今一人でね、動画撮ってるんですけど、YouTube 最後に出した動画だったり、インスタの投稿だったりが、記憶曖昧な中で、その時のね、心情を投稿したと思うんですけど、次の日、記憶のほとんどが戻って、ちょっと試合中の記憶は未だにないんですけど、いろいろずっと一人で考えました。その今の立場だったり、今回の負けの意味だったり、これからのことだったりを、ずっと一人で考えて。で、ある程度ね、ちょっとまとまったので皆さんに話そうかなと思って今撮ってます。最後に投稿した YouTube の撮ってた記憶もあんま実際ないので、自分も一視聴者として見た記憶になるんですけど、客観的に見て引退だみたいなことを言ってて、で、それはその記憶が戻った今でも、引退というかもうここまでかなみたいな気持ちは強くて、そんぐらいこう今回のこの負けのショックはでかいです。ただこんなダサい終わり方でいいのかみたいな、やり返しに行きたいみたいな、そんな心のなんか闘争本能っていうか火みたいなのも感じてて、もともと今回その無事勝利したら年末も出る予定だったんですけど、なんか今回負けを受けて年末やり返しに行きたいなみたいな気持ちもあったんだけど、それはちょっと友達とかに言ったら絶対やめとけっていうことで、確かにそっかみたいな感じで、年末出ることないんですけど なので何が言いたいかっていうと、落胆してここまでかっていう気持ちと、まだやれるんじゃないかっていうか、誰かのためにとかじゃなく、自分自身がやり返しに行きたいっていう気持ちもあって、なんで格闘家としての気持ちは残ってるなっていうのは思います。で、ずっとこう、俺って格闘技はもちろん好きなんだけど、いろいろなものを手にしてきて、今何が一番楽しいのかって聞かれると、人々をこう楽しませたりとか、人の人生をいい方向に変えるっていうことが一番喜びを感じるんですね。朝倉未来ってこういろんな一面を持ってると思うんですけど、実業家っていうか経営者だったり、格闘家だったり、 YouTuber としてなんか企画を考える人物だったり、こういろんな要素があって、ただの格闘家としてだけがこう人気でこんだけのね、たくさんの人に応援してもらったわけじゃないと思ってて、ただその中で格闘家としての朝倉未来も求められてるっていうのもずっとこうあって、こう格闘技だけやってる朝倉未来が好きなファンもいると思うし、試合をこう2、3ヶ月 やらないとやっぱり練習しろとか試合を早くしろとかそういう声はすごい出てきてて。で、それは結構格闘家として人を楽しませるっていう自分の性格にも響いてくるし、で、格闘家としても試合しなきゃっていう気持ちも出てくるし、要するにこう結構それが重荷になってたというか、ストレスに感じてた部分も正直ありました。2日後とかに行われるブレイキングダウンも、自分にとっては本当に人々を楽しませるコンテンツっていうことと、自分もそのブレイキングダウンに出てるような人たちと同じような境遇からライジンまで駆け上がって、今こんだけの人に応援してもらってるんで、同じ境遇の人たちだったりの人生を変える場所になってほしいなっていう部分、両方の部分でブレイキングダウンっていう興行があって、で、その両方の部分がモチベーションとなってやってて、で、ブレイキングダウンをやっぱりこうやってると
練習はしてないように見えるだろうし、まあ、要するにこういろんなことをやって、視聴者の方はやっぱそこに目が行くので、まあ、こう24時間自分の生活を映し出すことはできないし、まあ、自分もねあんまりこう全てをさらけ出すのも好きじゃないというか得意なタイプではないので、性格上だからこう部分的に見たその判断になってしまうし、そういう印象を受けると思うんですよね。ブレイキングダウンの動画ばっかり上がってたら練習してないようにも見えるし、 TikTok とかも格闘技の動画とか一切上げないようにしてるから、なんか歌とか歌ってたら練習してないように見えるから練習しろよってなるし、格闘技一本に集中しないようにも見えるというか、まあ、その部分がこう期待してるファンにとってはもっとやれよって気持ちになるのもわかるし、ただその意見が自分のストレスになってたなっていうのを思うんで、まあ、何が言いたいかっていうと、ブレイキングダウン、まあそうなんですけど YouTube も好きです。僕は YouTube メンバーといろんな企画をしたりとか、コロナ禍でもずっと思ってたのは、こんな時代にこう面白い企画を出してみんなを楽しませたらいいなみたいな気持ちもずっとあって、それがモチベーションになってたんで、なんでその YouTube もそうだし、ブレイキングダウンもそうだし、またね新たな企画とかも、もう企画というか番組もまあ実際動いてて、でまあそれもブレイキングダウンと同じようにこう人の人生をねいい方向に変える、なおかつこう皆さんが楽しめるような企画とかもいろいろ準備してて、本当にたくさんの人が動いてくれてるんで、まあ、こんな状況でも始まっていくと思うんですけど、そういう全てを含めて今周りのそのプライベートで会う人たちにも言われたんですけど、ダメージの蓄積とか、まあ、格闘家としてのこの精神部分が、精神部分でのそのストレスみたいなこのダメージの蓄積とかがあって、しっかり休んだ方がいいっていうのを言われてて、で僕自身もそれはちょっと今思ってるので、まあこの動画で何が言いたいかっていうと、その格闘技を少し休ませてほしいです。3ヶ月なのか4ヶ月なのか5ヶ月なのかわかんないです。もしかしたら3ヶ月でまた試合するかもしれないけど、でも体とこう精神がしっかりこう休養して、自分の気持ちで試合がしたいって思う時まで休憩させてほしいなっていう。でさっきも言った通り、なんかここでこう逃げ出すこともできるんだけど、まあ自分自身こんなところでね、こんな負け方で終わりたくないっていう、そういう気持ちもあるので、しっかり休憩して、もう誰よりもね悔しいです、今回の負けは。はい、でもう血へど吐くような練習をして、また必ずね皆さんの前で強い姿を見せたいと思ってるんで、なんでその時まで、はい、すいません、絶対にその強い姿見せるので、それまでちょっと待っててください。皆さん必ず戻ってきます。でさっきも言った通り、なんか仲間と上げる YouTube だったり、まあブレイキングダウンだったり他の企画、そういうのもやっていかないといけないので、自分はし、やっぱそれが
幸せだし、その朝倉未来のもう一つの一面なんで、まあ、本当に格闘技の格闘家の朝倉未来だけがその好きな方は、まあ、チャンネル登録とか外してもらってもいいですし、今その見たくないのであれば、で、まあ、また確実にね戻ってくるので、それまでちょっと、うん、温かく見守っていただけたらなと思います。ブレイキングダウンとかそういう YouTube 活動とかが好きでいてくれてる人もいると思うんですけど、そういう方は変わらず楽しんでもらいたいし、で、まあとにかく絶対戻ってきます、はい。まあその気持ちを伝えたかったので、はい、本当に強い姿で戻ってくるんで、皆さん待っててください。ありがとうございました。